スパルタクス団は1915年から1918年まで存在したドイツの急進主義的なマルクス主義者らによる政治団体。ドイツ社会民主党の分派として誕生し、ドイツ共産党の前身となった。名称は共和制ローマのスパルタクスより、ドイツ社会民主党が1914年8月4日に戦時交際を承認した時から、党内左派は、 カール・リープ・クネヒト、ローザル・クセンブルク、フランツ・メーリング、クララ・ツエトキンを中心として反対派を形成し、1915年7月の党指導部宛ての抗議書館として公然となった。反対派は、労働共同体の支持者とグルッペ・インターナチオナーレに分裂し、後者は1916年初めにリープ・クネヒト宅で自律的な全国協議会を開き、 ルクセンブルクが寄贈した指針を採択し、独自の観光物を発行することが決定された。この非合法の冊子のために提案されたペンネームとしてスパルタクスが用いられ、以来、グルッペインターナチオナーレはスパルタクスグルッペとして知られるようになる。主要なメンバーが逮捕、保護拘禁されていたために、スパルタクス書館の維持と配布という危険な仕事は、レオヨギヘスの受け持つところとなった。 組織者、編集者として、非凡な才能を発揮したヨギヘスは、警察の追求を交わし冊子の販売部数を伸ばしつつ、グループの連絡を保っていた。機構の多くはルクセンブルクで他に、メイリング、リープクネヒト、パウルレビ、ジェイカルスキー、エルンストマイヤーなどが他の論文や記事を書いている。ローザルクセンブルクは、スパルタクス団唯一の政治理論家であり、戦時中に、 ユニウスというペンネームで表したパンフレットの中で、プロレタリアートの権力獲得を目的とした、労働者による祖国防衛というプログラムを展開していた。しかし一方、ブルジョア国家の起こした戦争はどんなものであれ支持することはできないとも考えていた。帝国主義の時代では、すべての戦争が大資本の競争から起こるのであり、ドイツが勝とうが負けようが、労働者にとっては有害である。 労働者は民族戦争を拒否し、革命により権力を握ることによってのみ救われる。1914年の戦時交際を承認した時に第2インターナショナルは死んだため、労働者階級の新しい独自の行動は戦時交際の拒否と共に始めることができると彼女は主張した。権力奪取の方法、革命後の組織についてローザは何も明確なことは書いていない。 彼女は、ボルシェビキのような、党の独裁というやり方への最も厳しい批判者で、あり、サンディカリズム的な大衆の自然発生的な行動に、対する信頼があるのみだった。1918年11月のドイツ革命、勃発で解放されたスパルタクス団の指導者には、何の準備もなかったということになる。ミース・ファンデル・ローエが設計したスパルタクス団放棄の記念碑。 ナチスにより破壊され、現存しない1917年のロシア革命をスパルタクス団は熱烈に歓迎し、世界大戦は世界革命に転化し始めたと判断した。スパルタクス書館は大衆に革命を促したが、この宣伝は見るべき効果を上げなかった。 1918年1月のストライキ集会に代表者を送ることもできず、一般の労働者の気分は平和と民主主義のスローガンを離れなかった。10月7日ベルリンでスパルタクスの秘密会議が開かれ、労働者と兵士に対する呼びかけをし、社会主義をドイツで行うようにと訴えた。ところが11月4日、キール軍港の水兵たちの放棄から、 ドイツ革命が始まり、スパルタクス団は不意をつかれた。11月10日に多数派社会民主党と独立社会民主党の連合が成立し、スパルタクスは反対派として党の外に留まり、ベルリンの独立社会民主党内に形成されていた急審査派の革命的オプロイテと接近した。バイマール共和国の政府への反対、先導が続けられ、12月6日にはベルリンで 共和国兵士がスパルタクス団のデモ行進に発砲し、16名の死者を出す。12月30日ベルリンでスパルタクス団の党大会が招集され、独立社会民主党から正式に分離し、ドイツ共産党という名称の新党が成立した。ありがとうございます。